こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病が激しくなるとペットが可愛いと思えなくなって当たってしまいますという相談を受けることがあります。これは後で自分自身がすごく罪悪感を感じたり後悔されている方が多いんですよね。自分が冷静の時はこういったことはやめたいなと思っているけれども、余裕がなくなるとついついやってしまうということなんですね。できればこういったことは避けたいですよね。そのためにはこの当たってしまうという気持ちをコントロールするということはある程度時間がかかりますので、まずは環境的にこれを避けるということができるといいですね。自分のうつ症状が激しくなってきてイライラとか焦りがすごくなってくると、ついつい目の前にいる自分よりも弱いものっていうのにこう当たってしまう、吐き口を求めるということが起きやすくなりますから、そういった時はペットのそばを離れるということをあえてするということが、もし可能な方はやっていただくといいですね。環境的に分離するということをすれば手の出しようがありませんので、それが可能であれば一番早く効果が出ます。そして何より大切なのは、このうつ病自体、うつ状態自体を回復させていく、自分のコンディションを上げていくっていうことが一番の対象になってくると思うんですよね。でその辺を真剣にやっていきたい方は、やはりまず一番苦しい状態から抜けていくっていう上では薬物療法というのがあってもいいと思うんですね。そして心の体質改善としてのカウンセリングを利用していく、このような働きかけを併用してやっていきますと効率よく回復に向かっていきますので、大切なペットのためにも、そして自分自身のためにも、そういった道筋選ぶのがいいかもしれませんね。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。